こんにちは、カベテランゴの石橋です。今日はですね、ガテマラのエルインヒルト農園トラディショナルのフレンチロースト1人前を入れていきたいと思います。はい、はい、で、ちょっと前に折り紙ドリッパーとカリタウェーブドリッパーの飲み比べ動画をアップしたんですけど、その時の検証結果でカリタのウェーブドリッパーで入れたコーヒーがすごくボリューム感が出て厚みがあったので、深入りを入れたら美味しくなるんじゃないかということで、今日はカリタのウェーブドリッパーを使ってコーヒー入れていきたいと思います。はい、はい、じゃあ早速いきます。はい、行きましょう。はい、じゃあ使うコーヒーの粉は、16g です。はい、シティローストよりちょっと多めで、メッシュはナイスカットミル 3.5 でいきます。はい、はい、じゃあ入れていきたいと思います。まずは蒸らし 25cc です。で、これですね、今朝焙煎したばかりなので味が出にくいと思われますので、蒸らしを40秒取りたいと思います。はい、膨らみがねすごくよく膨らんでます。そうですね、はい、すごいですね。いい香りがムンムンしてます。ブラシ40秒取ったら、はい、2投目ですね。 45cc 注いで70になるまで注いでいきます。カリタのウェーブドリッパーの1人前用はちょっと口が狭いので、はい、注ぎづらいんですけど、はい、細くお湯を出して注いでいきます。はい、で3投目ですね。 60cc 注いで130になるまで注ぎます。検証動画通り厚みのある味わいになればいいなと思います。深入りにぴったりドリッパーになるのかどうかですね。はい、そうですね。で、最後 60cc に注いで190まで注いで落とし切りで完成です。はい、じゃあ飲んでいきたいと思います。はい、美味しそうです。いただきます。うん。すごいクリーミーです。ボリューム感があります。口当たりの厚みがすごい出てるので、はい、なんかこう深入りのトラディショナルのしっかりした感じがすごく楽しめる味わいになってます。おお、はい、じゃあやっぱり深入りにぴったりだったって。はい、はい、おすすめですね。カリタウェーブドリッパーで深入りを入れるのはありです。なので皆さんぜひ深入りのコーヒーカリタウェーブドリッパーで入れてみてください。はい、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。